ベルーナサがビかつてのサガビ本社建物を解体後、インドアテニスコートを建設し、現在はテニススクールの兄賃貸株式会社さがビは神奈川県横浜市戸塚区に本社を置く和服の専門店を運営する企業である。なお、同社の親会社さがビグループホールディングス株式会社はベルーナの完全子会社で事業主会社の経営管理等を行っている。 中間持ち株会社である。企業のルーツは大手 GMS 企業であるユニーの母体の一つ補定屋である。五福販売の接客方法が GMS の特徴であるセルフ販売と異なる対面販売を必要とすることから専門性及び人材教育の意味から分社化となった。現在でも日本を代表する大手五福チェーン店の一つである。社名は本社が位置する。 相模国に由来するものではなく、固定や時代に、相模の,の純日本的情緒をイメージして名付けられた、ブランド、相模によるもので、ユニー時代に、相ガをひらがな化したものを社名として受け継いだ。かつては、婦人服、宝石、和洋品小物、生活雑貨の専門店も展開していた。2016年8月、親会社であったユニーグループホールディングスが、保有していた全株式について、 ユニーファミリーマートホールディングスによる一部再建放棄を条件に投資ファンドであるアスパラントグループ参加の AG2 号投資事業有限責任組合が株式公開買い付けを行うことを発表した。買い付けは成立し、同年10月18日付で親会社が AG2 号投資事業有限責任組合に移動し、ユニーファミリーマートホールディングス参加から離脱した広報一 一定条件をクリアしたため、当初一部上場は維持された。2017年12月、同社は会社分割の手法によって持ち株会社制に移行し、同月設立した新会社に小売事業を移管することで新たな体制となった。2018年6月、ベルーナが株式公開買い付けにより、議決権所有割合ベースで89.71%の株式を取得。 AG2 号投資事業有限責任組合に代わって、親会社となった、広報2、広報3、同年8月に開催された、臨時株主総会において、株式併合並びに、単元株式数の定めの廃止が決議され、同年9月26日に上場廃止となり、同年9月30日付で、株式併合によりベルーナの完全子会社となった、広報4、広報5、 広報6、広報7。全グループ店舗数は160店舗内訳。着物、ジュエリー、アパレル、ホームファッション、飲食。現在は、リバンスを含めた計5店舗を株式会社藤江に、営業上と。同社は店舗をマイソンネッテと解消。改装し営業開始。広報10その他、特徴のあった、店舗。編集愛知県名古屋市に本社がある。 和食麺類レストランの株式会社相模ホールディングスは1970年ユニーの前身であるホテ屋の社員食堂の委託営業をその起源としており当時のホテイア孤部門のストアブランド相模にあやかって命名の意図を佐賀味とし社名が付けられた縁があるただし会社としてハサガビと無関係である広報資料プレスリリースなど一時資料 編集さが、ビグループホールディングスに関するカテゴリー、ありがとうございます。